これ儲けもんやったな。完全に偶然やけど。つらーん。はい、毎度、こしやすつららん。わざっかやつららの職人、周知でございます。喉、これ赤いでしょ、これ。なんかね、買い替えなってね、さっきまで書いてたんですよ。金銭取ってください。はい、では、今まで光の当たらなかったことわざに光を当てようのコーナーでございます。ちょっと今回複数紹介してもいいですか？花芸を読む、それから尻芸を抜く。花芸を読むというのは、多くは、女性がね、自分に好意を持ってる男を、ようにこう扱うことを花芸を読むというらしいです。どういうことやん、手玉に取るでええんちゃうのそれ。花芸って、どう思います、皆さん、男性諸君。ちょっと聞き捨てならんね、これね。で、尻芸を抜くっていうのは、相手の油断につけ込んで、不意にことをしでかして驚かすこと。人を侮って騙す、愚弄する。どういうことなんそれ、尻芸を抜いてやったぜみたいなことなんかな。嫌や、そんな抜きたないわ、おっさんの毛。嫌や。はい、ちょっと毛つながりでね。なんかもっといろいろあると思うね、多分、毛つながりでことわざ攻めても。はい、今日はちょっとね、特殊な動画になるかもしれないですけど、アリエクさんからね、またなんか届いたんですよ、商品が。で、頼んでたものもあったので、あ、あれかいなと思って開けたらね、びっくりするようなもんが届きまして。それが、じゃーん。ね。まあ、筆ですよ、筆。筆なんやけど、全く身に覚えないんですよ、これ。なんやねん、これと思って。で、こんなん頼んでへんしなと思って、ようよういろいろこう、ちょっと前のこととか思い出して考えてたら、あ、そういえばあれちゃうかなと思って3本。ね、これ。この商品も相当おかしなもんなんですけど、まあ、なんかね、水筆ペンみたいなもんなのかなと思って買ってみたんですよ。で、いまいちちょっと分かってなかったですけど、自分で。多分ね、それとこれ間違えよったんですよ。で、これなんやねんと思ってね、調べたらこの商品ページもあったんですよね。でも、明らかに僕が頼んだやつより安いのよ。こっちの方が。これはちょっとあかんなっていうことで、おい、ちょっと待たんかいと。メールでね、ちょっと頑張って Google の翻訳使ってね、言うたんですよ。どないなってまんねんこれ、言うて。で、言ったらね、やっぱりね、アリエクってね、相当やっぱ大きな会社なので、保証面はね、割としっかりしてるんですよ。すぐにね、返事が来て、全額振り込んだ上に、これはもう、使ってください、的な。まあ、処分してもらっても大丈夫ですっていうことやったので、僕が使ってもこれ大丈夫。実質だからタダでこれもらったんですよ。まあ、タダでなんか思うてもこれ、なんやろこれまずっていうことで、まだね、ちゃんと使ってないので、今回はね、この謎の、筆をですね、ちょっと、レビューしてみたいと思います。じゃあカメラ切り替えていきまーす。では、どうぞ。はい、じゃあそれではね、紹介してみたいと思います。なんのこっちゃねんやけどね、僕が頼んだもんじゃないのに。はい、この3本セットが、届きました。ほんまね、意味わからんかったよ、これ届いた時に。なんのこっちゃねんと思って。これちょっと外してみましょうか、キャップを。毛はね、こんな感じです。割とね、穂先が長い、筆みたいですね。で、なんかね、これ特殊なのが、あんまこんなん日本の国産の筆で見ないんですけど、こう根元がね、なんかこう、金属製のもんでね、なんか保護されてる感じ。で、この毛の質感がね、説明文見てたら、これと、おもしき商品説明の。なんかね、狼の毛って書いてありましたね。なんなの、狼の毛って。何の毛なんかわからへんけど、大概イタチとかやと思うんだけど、なんかちょっと、あんまり見たことないような毛の感じですね。で、面相筆タイプなのかな。これもしかしたら A 筆やったらいいよね。で、こう、筆の軸がね、なんか、竹かなと思いきや、これなんなんやろ、穴が開いてないので、なんか木なんかな。これになんか黒い絵の具を思いっきり塗ってる、はみ出た塗料がね、ついてるあたりが雑いなと思って。まあでもこの作りはね、さておき。この書き味が良ければいいので、筆って。ちょっとね、これおろして、糊で固まってるのでおろして、ちょっと使ってみたいと思います。あ、すぐ溶けるな、これ。糊めっちゃ緩いで、これ。日本の筆やったらね、結構糊硬いので、しばらくつけておかんとね、ふやけないんですけどね、もう一瞬で。あ、柔らかい。柔らかい感じするな。なんなんやろこれ、何の毛なんやろ。じゃあ、墨を吸ってね、書き味を試してみたいと思います。
まずね、最初ね、墨染めをしておくと、おろしたての筆はね、虫除けになるので、必ずね、新しい筆買ってきたらね、僕ね、洋筆でもしてるんです。水彩用の筆でも実はしてるんですけど、こうやってね、墨に一回染めておくとね、虫が寄ってこないので、おすすめですよ。で、一つ思ったんやけど、これあれやな、根元が先ほど言ったみたいに金属製じゃないですか。これね、あんまりこう押し付けるとね、すずりを痛めそうな感じする。ちょっと怖い。あ、でもなんかまとまり良さげやけどな、すごく。じゃあちょっと金用半紙にね、線の出具合を試してみたいと思います。大中小とあるんですけど、ちょっと大きいやつから試してみましょうか。この毛の感じがな、なんか柔らかいわ、意外と。硬そうに見えたけど。ちょっと待って、これ、すごいいいかもしれんで。あのね、なんやろ、穂先のまとまりすごいいいわ。すっごい滑らかに描ける。おお、おやおや。これはおやおややで。これ、これあったんちゃうか。あのね、やっぱり悪い筆ってね、穂先がすぐ暴れちゃったり、あとこうなんか、腰がね、あまりにもなさすぎる。まあこれもあんまり腰はないんかもしれんけど、僕好きな線出るかもしれん、これ。ああ。上級者向けの筆やとは思います。腰がないので、上級者向けやけど、これね、草書とか書く方、書道の。あんなんとかめっちゃええんちゃうかな。僕字書けないからあれやけど、まとまりがええねんな。だからちょっとやってみますね。僕の神業、線引きで。細い線もこれ書けるで、きっと。いきますよ。ほら。こんな細い線書きます。ほらほらほら。あ、これは、ええやつやな。なかなか安い割にすごい滑らかやわ。こういう抑揚のある線も書きやすいし、孝子有志病と言うんですけどね。子返しの、子返しやったっけ？ああいうね、全くこの蚕が吐く糸のような線。全く抑揚のないこの蚕が吐く糸のような線も書けんことない。あ、すごいいいな、これ。ええー、意外。よかった、これタダでもらったやろ、これ。嬉しい。これ使ってみたいもん、次の僕の日本画で。いや、これ気持ちいい、この線が。うん。結構離れたとこ持っててもね、滑らかに書けるんですよ、こうやって。ほら。ちょっとこれでね、鳥獣戯画の線を引いてみたいと思います。あまりメジャーなとこじゃないんですけど、僕結構好きなのがね、この後ろでね、談話してるカエルとウサギ。これをちょっと書いてみましょうか。じゃあ一番ちっちゃい筆でやってみますね。よいしょ。あー、いいですな。この鳥獣戯画の線はね、滑らかに穂先動いてくれないと書けない線なんですよ。こう細かいこのね、手の先の表情も出しやすいし、こう筆をね、しっかりこう、自分の意図をしたとこでこう、スーッと落としてあげると、太い線が、難なく出るっていうのがね、すごい書きやすいわ。筆の素早い動きにも耐えてくれるような、滑らかさを持ってるな。まあ確かにね、腰ないからちょっとね、書きにくいんですけどね、上級者になればなるほどね、筆がね、柔らかいやつを好むようになってくるんですよね。結構ね、筆に慣れないうちはね、硬い筆使った方がいいんですけど。鳥獣戯画久々にね、模写するんですけど。懐かしいな、こうやって。なんとなくね、鳥獣戯画書いた作者のね、線は、覚えてるもんですね、癖とか。ほんまにね、うまいんですよ。で、ちょっと薄墨にしようか。いや、これ使いやすいかもしれんな。ちょっと早う、日本画描きたい、これで。でね、こういうね、うさぎのね、今、髭を描きますけど、こういう細い線も出ますね、ちゃんと。ほら。筆のね、よしあしを、言う言葉に、線性円剣というのがあるんですけど、この線がちゃんと出てますね。尖ってるっていう。命木がしっかり効いてるので、細かい部分も描きやすいですね。鳥獣戯画の線はね、こう早めに動かしてあげないとね、勢い出ないんですよ。怖がってるとね、ビビった線になってしまうから、早めにこうね、
自分がどこまで筆を動かしたいのか、こう目測をしっかりつけといて、一気にこうシュッと動かすのが大事です。こう筆を動かしながら考えるんじゃなくて、しっかりこう視点と終点を最初から決めとくっていうことが大事ですよね。ちょっとここが怖いな。で、軸ずれてねえな、これ、ほら。わかるかな？すげ込みがね、ちょっとずれとんね。ギュッてやったら、ほら、動くしな。え、これ大丈夫かな？ちょ、そういうとこちょっとね、怖いな、この海外勢は。やっぱね、日本製のね、筆はね、しっかり軸が、ついてるし、そういうね、作りはやっぱ断然日本のやつがいいと思うねんけど、このね、筆の毛先は悪いことないよ、これ。意外と。このカエルちゃんのね、手足はね、かなり繊細な線が出てるから、いい筆使わないとね、表しにくいんやけど、いいですね。なかなかいいですよ、これ。うん、かすれもしっかり出てくれるしな。これ、儲けもんやったな。完全に偶然やけど。なんでこれとしかし、全く違うあの商品を間違えたんかがよくわからんけどな。でもそういうとこも含めてね、楽しめる人がアリエクやったらいいんやと思うんですよ。なんか間違ったもん届いてね、むしゃくしゃするぐらいやったらやらん方がいいと思うんですよね。間違って届いたやつもなんやねんこれと、笑えるぐらいの、余裕と、あとそういう金額のもんを選ぶことですね。僕もだからね、1000円以上のもんあんまり買わないんですよね。大概1000円いかない。800円とかね。安かったら200円とか。そういうもんしか買わないですね。さすがに何千円の出して違うの届いたら怒るもんな。舐めとんのか、言うて。はい、こんな感じでちょっとね、軽く書いてみました。いや、このね、長寿ギガの線が出るということはかなりいい筆だと思います。かすれもしっかり出るしね。これね、滑らかなんよね、この。ほらほら。こういう滑らかな線出すにはすごいいいと思うわ。ちょっと腰がない部分あれやけどね、難点やけど。あとこの金属のすげ込みね、これ怖いわ、すずり傷つきそうで。はい、というわけでいかがだったでしょうか。謎のアリエク商品のご紹介でした。まあこういうね、たまにまあちょっとラッキーっていうかね、ちょっとお得なハプニングもあるんですけども、良くないこともあるので、本当に楽しめる範囲でね、アリエクはやっていくのがおすすめだと思います。今回は大変良かったです。ラッキーでした。はい、というわけで本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。何をやの？豆苗プランター。豆苗プラン。どこに置いたって？下に置いた。どのやの？何をやんの？豆苗プランター。